妖怪モールは、ハンガリーの作家、革命家、政治家、ハンガリー自由党の所属。妖怪モール妖怪は、オーストリア帝国ハンガリー王国のコマーロムで誕生した。父のヨージェフは、貴族出身の弁護士である。母のマーリアも、貴族出身であった。妖怪はカルバン派。ポジョニで育ち、元来の病弱ゆえ自室で教育を受けた後、 パーパにあるカルバン派のコレギウムに進学して、在学中に、妖怪は、ペテー・フィジャーンドルと、意気投合して、生涯にわたる信仰を結んだ。妖怪は、父なき後、法律家を志し、ハンガリー中央部にあるケチケメートで法学を治め、やがて弁護士事務所に勤める。妖怪は文学に才能を示し、1846年に、諸女作、ヘトコネイポークを発表した。 1848年初国民の春、フランスの2月革命後、同年3月3日に、ポジョニで、ハンガリーの革命家、コシュートラヨシュが演説を行った。妖怪は、12カ条の要求の起草に、ペテフィと共に深く関わり、同月15日に、ペシトで、市民がデモ行進を開始、それから、同日午後8時頃に、12カ条の要求を、妖怪とペテフィらによって、 口頭で発表された妖怪は、ペテフィと共に独立革命運動の指導的地位につくが、恩恵派だった妖怪は求心派に否定的だったことから時に仲違いすることもあった。この頃、女優ラボールファルビローザと出会い多くの反対を押し切って同年8月に婚約した。1848年の暮れに、革命指導者コシュートによってウィーンに派遣された後妖怪は、 ペシュトの日刊誌、ペスティハーラップの編集者になる。1849年4月14日にコシュトは、公式に、ハンガリー国家の独立を高らかに宣言。業界はこれを、熱狂的に支持した。しかし、1849年7月31日に、ポーランド出身の独立革命軍の将軍ユゼフ、ベムが率いるハンガリー軍と、ポーランド義勇兵は、 トランシルバニア地方にある市議所荒でヨーロッパの革命を鎮圧するため派兵されたロシア軍の前に決定的大敗を喫し主力は崩壊兵士として出征した親友のペテイ・フィシャンドルは戦地で消息が途絶えた将軍ベムは戦場で死んだふりすることでロシア軍の目を欺きかろうじて命拾いした翌月の8月13日最終的にハンガリー軍は 現在のルーマニアにあたるビラーゴスで、ロシア軍に全面降伏して、武器を引き渡し、身柄を投降。ハンガリー革命は幕を閉じた。革命関係者の多くは投獄され、幹部の多くは処刑される。すでに、コシュート・トベムは外国に亡命していた後だった。この頃、妖怪は、投獄を恐れ逃亡生活に入り、ハンガリー各地の街を転々とした。さらに、 ハンガリー北部にある山岳地帯の山奥に逃げ込み長きにわたって隠れ家にこもった。妖怪は時に自殺未遂もしたが、後にオーストリア帝国政府より恩赦が発布される。妖怪は1852年に著作、カーッペシーゾルターン、TRK、ビラグマグユサーゴン、A コルスキリリーをそれぞれ発表した。それ以後も、AKSZV、エンバーファイ、アズアーニーエンバー、 A. テンガーセム・ホルジーなどが発表されて比較的知られている。妖怪は多作であり、作品はユーモア溢れ、異国情緒な作風が中心であった。フランス文学、特にビクトリー号に感化された。妖怪は政治家として活動を始めて、1861年に妖怪はハンガリーの国民議会議員に選出され、進歩的政治家として活躍した。 1867年のアウスグライヒでオーストリア・ハンガリー帝国が誕生してハンガリー王国の内閣や議会には強い権限を与えられた。妖怪は複数の政党を経て1875年に合同して誕生したハンガリー自由党の決闘大会に参加、死去する1904年まで所属した。ハンガリー自由党は1875年に 行われた総選挙で対象し、議会で多数派になり、与党第一党として、党首ティサ・カールマーンは、ハンガリー王国の首相に就任した。妖怪は、ティサ内閣を支え続け、ハンガリー王国の数々の改革に関わった。また、当時影響力があった政府系機関紙本の編集に携わって刊行した。妖怪はハンガリー科学アカデミーの会員に選出される。 1886年に妻ローザーが死去。それから数年後、妖怪は女優のナギーベーラと出会い1899年に婚約した。1904年に妖怪はブダペストで生涯を閉じ、同地にあるケレペシ墓地に埋葬された。ありがとうございます。